お疲れ様です。今回の舞姫大学特別講義は副業禁止についてですよね。まあ会社とか職種によっては副業が禁止されてるっていうのはまあ未だにあることなんですよね。でそのためにどうすればいいってかってことなんですけども、まずね公務員の方の副業禁止につきましては抜け穴がちゃんとありますね。私がねぼーっと思うところなんですけども、公務員の一番私たちがイメージする職種といったら政治家じゃないかなと思うんですけどもね。政治家さんって副収入たくさん持ってますよね。まあ、それは、まあ、別団体を作ってそこの収入にしているっていう風な隠れ蓑だと思うんですよ。まあ、これを使ってですね公務員さんでも副収入を得たい場合っていうのは自分の任意団体とかね、まあ、自分の法人なり何なり事業体を作ってそこの収入ってことにすればいいんじゃないかなと思います。まあ、詳細はですね、詰めていかないといけないんでまた相談して組み立てていきましょう。それで民間会社で副業が禁止されてる方についてなんですけども、まずね売り上げがどのぐらい立ってるかなんですよ。だいたい副業がバレることとか本業に影響する時っていうのを考えると住民税ですよね。住民税の届けが会社に届いた場合、あんた副収入があるねってことになってバレちゃうんですよね。ただねやっぱりこう業務に支障があったりとか明らかなるね大きな金額じゃない限りはそういったものもあんまり気にする必要はないのかなと思います。なんだろうね、一番いい方法はやっぱり公務員さんと同じように自分の法人を作ったりとか自分の任意団体を作って要するに事業届を出してねその事業が稼いでるってことにすればいいと思うんですよ。まあこれは抜け穴というよりもまあそういうもんですからね。会社に副業を禁じられてます。でも私は会社を経営してます。でそちらの方の売り上げが上がってますは別に構わないと思うんですよ。でこういった方もありますね。例えば会社員なんだけどももしくは公務員なんだけども家に帰ったらね週末農家やってますとか自分のお父さんお母さん親族のなんかお店を手伝ってます。でそこからギャラをもらってます。これはどうでしょうかってことなんですよ。だからその延長線上で考えていくとまあ副業禁止というね、文言はあっても副業をすることによってね会社に迷惑をかけていないんだったら特需に目くじらを立ててねそれをやめるだとかなんだとか揉めるっていうことはまあないと思いますよ。だからやってみればいいんじゃないかなと思います。これは副業禁止っていうのはねでもはっきり言ってそんなにね見受けられないですよね今はね。結局副業禁止っていうふうに会社の規約にあるのっていうふうに聞いて会社の規約見るとそんなことは書いてないっていうところがほとんどで、だいたい副業をする余裕がないから副業をやって本業に支障が出るよねっていうふうなそのモラルがね良きにつけ悪きにつけ会社の中であるっていうだけで実際に副業してることによってその人の例えば懲戒が何かなされたりっていうのはこれはまた別の問題起きてきますんでありえないと思いますね。ただやっぱり収入がね毎月20万30万あるようでしたらもうそれは副業とは呼べないようなレベルになってきますんで。まあ転職を考えた方がいいのかなと思いますよね。まあそういった気持ちの問題になってくるかなというところでございます。まあどうしても会社として副業禁止、副収入ダメよっていうふうにもうカチッと決まってるところっていうのは多分すでにそういうところに就職してないと思うんですよね。どうでしょうかね。まあ副業は基本的にはまあどんどんやれっていう形でございます。会社の規約には多分きちんとね調べたことがない人が副業禁止でうちの会社どうこうって言うんですけども、会社の規約に書いてますって言ったら見てませんっていう方がほとんどなんで是非そこから始めていただきたいかなと思いますね。はい、まあ今回はそんな曖昧な答えもちょっと入ってますけども副業はどんどんやってくださいってことですね私から言わせれば。で副業禁止が気になる方は会社の利用規約を見てください。そんなことは書いてない会社がほとんどでございます。公務員さんでもちゃんと副業できますんでね。週末は農家やってますとか言ってねいますからね公務員さんで農家やってる方とかね。まあそういうふうにして何でもかんでもできるわけじゃないと思いますけどもできる副業をやっていけばいいんじゃないかなというところですね。それではお疲れ様です。